สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับช่องของเซโลนัมเบอร์และเกมเกนชินอิมแพคเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่4ของกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดเหตุอัจฉริยะนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคือพอดีวันนี้อัดนะฮะเสร็จปุ๊บจังหวะมันซวยตรงที่ว่าตัวโปรแกรม Streamlabs เนี่ยครับที่ใช้อัดนะครับมันดันแบบเสียงหายฮะซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็ปาไปครึ่งเควสแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติแบบใครที่อยากฟังเป็นเสียงนะครับอาจจะต้องรอหลังจากนาทีที่15นะส่วนช่วงต้นๆเนี้ยผมจะใส่ตัวส่วนของซาวอะครับไว้ให้เนาะจะได้ไม่เอาอูโอเคนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะยังไงกูเล่าให้ฟังนะฮะสำหรับสายเก็บเรื่องนะครับก็เผื่อจะไปใช้เป็นแบบ reference ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โชคดีนะฮะเจอกันじゃがこの道を貫こうとするなら、途中で見た景色が想像しておったものと違うことに気づくじゃろう。その時その執念はどうなるじゃろうな。余計なお世話。ほう、早くも逃走とは。対戦に負けたのは八重お姉さんだけど、よりショックを受けたのはハニヤさんだったってこと。それがますます面白い展開になってきたんじゃ。対戦が開始してすぐ百来シャラが炎一を傷つけてしまっての。ハニヤは明らかに焦ったのじゃ。わらわはただあやつが自らを欺いておるという事実を口にしただけじゃったんじゃが、心理的な防衛線はあっという間に崩れて意外に脆いもんじゃった。もしかしてハニヤは自分で言ってるほど冷たいやつじゃなかったのか。実はあいつも炎一のことを心配してて、ミコの前でそれがバレた。その通りじゃ。今はあやつの心に入る絶好の機会じゃ。そしてその心を変えられるのはわっぱたちだけ。でもハニヤはもう遠くまで行ったし、どこを探せばいいんだ。あやつは今きっと疑念の最中じゃろう。今まで冷静沈着だった己が一体何の影響を受けて動揺したのかとな。その答えは何時ら三人にかかっておる。あやつの行く場所を何時らは知っておるはずじゃ。私が旅人とパイモンに初めて会った場所かな。よく考えたらハニヤの顔色が悪くなったのは、レイラがキノコンを日常生活に連れ戻り重要な仲間にするって言った時だったよな。レイラの直感当たってるかもしれないぞ。早く追いかけよう。ハニヤとちゃんと話そうぜ。レイラちゃんは残るがよかろう。ハニヤを助けたい気持ちはわかるが、あやつは汝が対処できるタイプの人間ではない。ここはわっぱたちに任せるのが良い。確かに私がいらないことを言ってハニヤさんを刺激したらかえって悪いことになるかも。それに体力不足で速さについていけずに半分くらい行ったところで倒れそうになるかもしれないし。まだ行かぬかわっ。ほう、思った以上に収穫があったようじゃな。ではわらわも汝に幸運の祝福を与えよう。今度顔を合わせた時にはまた汝らにわらわの見解を話すとしよう。間に合いますね。この経緯いしのぎましょう。うぬぼれたやつらめ、なんて。相手が普通。相手が普通すぎてがっかんだな。俺も対戦に参加できればいいのに。近くにいるはずだよな。炎1はいつもやつの後にくっついてるから、炎1が身にまとう元素の痕跡でハニヤを見つけられるはずだぞ。とにかく元素視覚で周りの状況を見てみようぜ。オイラたち、炎1の痕跡をたどってここまで来たんだ。お前のさっきの様子が心配でさ。え？待てよ。お前、炎1を慰めてるのか？皮肉よね。炎1がキノコンじゃなくて、普通の動物だったらよかったのに。さあ。次会う時は決戦よ。何か言いたいことがあるなら私を倒してから言って。その言い方、狐の女が予測していたのと全く同じだわ。現君たちは確かに単純で善良ね。だけど物事を理想的に考えがち。私が言ったところで君たちは理解できないと思うから、これを見てちょうだい。これはこれは私のご先祖様が残したノートよ。当時彼らはウリンでキノコンの攻撃を受け、多くの重傷者が出た。この事件は当時は特筆する価値がないと見られたのね。何の記録にも残っていなかったわ。けれど私の家族は私が子供の頃からそれを繰り返して読み、キノコンの脅威について教えてくれた。そんなことがあったとはな。道理でキノコンを敵視するわけだ。そうだぞ、こんな過去があるならなおさらこの大会の意図がわかるはずだろ。英知宝珠は人とキノコンの共存を可能にするんだから。英知宝珠がキノコンを穏やかにさせるなんて、そんな単純な話じゃないわ。前にも村にやってきた学者がいて、似たようなアイテムで実験をしてた。でも結局全員失敗して逃げたわ。今の英知宝珠だってキノコンの凶暴な本性を一時的に抑えることしかできないんだもの。このアイテムを取り除けばキノコンは十分脅威になり得る。それに宝珠の理性増加によってキノコンの元素力は異常に活発になり、周囲の環境に影響を及ぼしてしまう。強い体を。まさか最近のレイラの咳も英知宝珠のせいなのか？言わなくたってわかるはずよ。カウトリアは学術に夢中な気狂いで、自分の影響力を拡大することだけを考えながらキノコンの大会を宣伝している。あのエルヒンゲンも風向きに応じて舵を取るやつよ。カウトリアの研究成果を見込んで大金をかけてこの大会を宣伝し、人々のキノコンに対する警戒心を緩めようとしてるのよ。ともかく私は彼らを信じないわ。凶暴なキノコンが人と共存することも信じない。でも引退した無名な傭兵である私の声を聞いてくれる人なんて誰一人としていない。私はただルールに従って勝ち残り、欲しい結末を手に入れることしかできないの。絶対に彼らを止めてみせるわ。最初は君たちも手伝ってくれるんじゃないかと期待したけど、どうやら私が甘かったようね。君たちがどう思おうと、私がどう思われようと、私は君たちを倒して踏み越えてみせる。このノートは私の過去のようなものよ。煮るなり焼くなり好きにして。どうせ決戦の日、私は全てのキノコンをこの世から取り除くことを宣言するわ。炎一もね。私の過去とさよならするの。ついに説得できなかったか。これで対戦でハニヤを倒す一択しかなくなったな。ハニヤは前にもキノコンによる災害を阻止しようとした学者がいるって言ってたよな。ノートに詳細があるみたいだから、もう一度読んでみようぜ。が集めた学者たちの研究記録だったってことか？おい、この部分は難しいな。字が汚いし専用用語もたくさんある。全然読める気がしないぞ。あ、待てよ。見覚えのある単語みたいだ。あ、そうだ。ドリーからもらった資料にあったぞ。おう、資料の断片とノートの内容を慎重に照らし合わせて解読できるか試してみようぜ。捕獲装置？カレーポーション？なるほど。ハニヤーの先祖を襲ったキノコンたちはそのポーションのせいで理性を失ってたんだな。そして学者たちが捕獲装置を作ったのは凶暴化したキノコンを捕まえるためだった。それに今のフラワーゼリーはカレーポーションの進化版で英知宝珠だってカウトリアの発明じゃなかったってこと。つまりカウトリアは捕獲装置をもとにちょっといじっただけなんだな。あの嘘つきめ。でもカウトリアは何のためにこれほど英知宝珠の宣伝に力を入れてるんだ？それなら早くエルヒンゲンにカウトリアのやつに資金援助をしちゃダメだって伝えないと。ハニヤーに関しては当時先祖を襲ったキノコンが薬で刺激されてたことを全く知らないみたいだぞ。そりゃキノコンが許せないって思うはずだよな。心配するな、ポコポコ B に。お前はフラワーゼリーのせいで凶暴化したりしないって信じてるぞ。英知宝珠を止めた後もお前はいい子でいられたんだからな。あれ？おいらの言うことわかるようになってないか？お前ますます賢くなったな。ポコポコビーニーは本当にオイラたちと共存できてるってことか？ひひだから言ったじゃないか。オイラはハニヤのキノコンがまた暴走するって推測には絶対納得しないぞ。キノコン、まああいつも中には一理あることを言ってたけどな。英知宝珠は万能じゃないって。その欠点がある限りキノコンの仲間はずっと普通の人のそばにはいられないだろうな。これからもポコポコビーニーと一緒に旅ができると思ってたのに、なんとかならないのか？うん、残念だけど今はそうするしかないよな。決戦までまだ時間があるし、教練員にカウトリアのことを報告するか？確かにこれほどの大イベントをやるからにはきっと長い間計画を練ってきたんだろうしな。もしあいつのやったことを暴こうとしてるのがバレたらあいつに警戒されちゃうよな。まあとにかく決戦の日は全力を出すぞ。まずはハニヤを倒して意地を張らないようにさせるんだ。ね。ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ